今日は新約聖書ヨハネの牧師録三章1節より6節まで開きます。声出してどうぞサルデスにある教会の天使にこう書き送れ七つの神の7つの霊と7つの人を持っている方が次のように言われる私はあなたの行内を知っている。 あなたが生きてるとは名ばかりで、実は死んでる。目を覚ませ、死にが来てる残りの者たちを強めよ。私はあなたの屋内が神の、私の神の前に完全なものとは認めない。だから、どのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くである。私がいつあなたのとこへ行くか。 あなたには決して分からない。しかしサルデスには少数ながら、衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て、私と共に歩くである。そうするにふとわしい者たちだからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で、公に言い表す。 耳あるものは精霊が諸教会に告げる音を聞くがよい。アーメン主のある神様、主の統治は今も見えないところから全て見える世界の隅々まで行き届いておりますが、世において皆を呼ぶ人々の 神のこの資格を与えられた人々すらも死の統治に敏感に気づかずに相変わらず自分なりの基準で違法人が求める世にあるものをばかり優先的に求めながら生きている今日今日世にある教会を哀れみの中でりみてくださいそしてことごとく罪に気付かして 悔やために導いてくださり罪から離れて神の精霊によって神の神聖に預かる生まれ変わりが完成できて必ず神の御国を受け継ぐことができる信仰に進むことができますように今日のこの礼拝を通して一人々を導いてください。我らに手合うっての人々が必ず永遠に人とともに生きる命の救いに 至る信仰に正しく導かれますように必要なだけの知恵知識力を主の精霊によって求めることたちに満たしてください礼拝の質を主の精霊によってイエスキとの皆でお祈り申し上げます。アーメンハレルア。ええ様が復活してまたこの世に滞在しておられる。 こういうい歴史的な歴史的本当にこれは人々が皆が驚くべききことは世に起きたんだけどこういうことは起きても世は相変わらずイエスに対しては興味を持たずに生きていたにもかかわらずイエス様はなさるべきことを着実に着々と成し遂げられながらこの世を歩き去られ復活の前に 聖霊を受けるべきであることをいろいろと教えておられた様は復活した後にもまず聖霊を受けるべきだと語られ。焦点の天に昇る直前にも聖霊を受けるまではどこにも行くな。ひたすら父なる神の約束をった聖霊を受けるまではエルサレムにとどまっていてどこにも行っちゃだめだと引き続き死ぬ前にも復活してからも 天に上る寸前にも引き続きこの聖霊を受けるべき重要性に対して語り続けておられたんですそして天に上ってから求める者どもに聖霊を下してくださることによってこの世にはイエスキトの教会が誕生しましたそれから相変わらずそれから弟子たちを通して人たちを通して 世にある教会は聖霊の声を聞くべきだと聖霊の声を聞いて勝利を得る者に神の利國が約束されることをずっと説明しておられますそして2000年もたった今も聖霊によって啓示を続けておられ個人においても教会においても全世界的な流れにおいてでも聖霊によって 私たちの中にまで入って共にしてくださり、インマニュエルの約束を守ってくださり、必要なことを示してくださり、求める正しく求めれば助けてくださり、守ってくださいます。にもかかわらず、この聖霊のことが分かって、聖霊の御声まで聞き分けて、神の御心にちゃんと従っている人は、ごわずかしかない状態が続いているのは、 父に悲しい現実であります。主が空中に来られる瞬間まで、景気が起きて引き上げられるまで、この聖霊の働きは続,い続くはずであることを信じ,信じますか神ご自身が聖霊なしには何もなさらなかったことを今、ずっと皆さんに伝えてきています。神が世を統治する 統治手段、統治方法は、ご自分の霊によって、ご自分が立てた計画を徴収していかれる。精霊なしには何もなさらなかった。これを皆さんにたくさん伝えたはずなのなのに、世にある教会は、精霊なしにほとんどやっていて、精霊によってちゃんと一部始終をやってるのは、ごくわずかな人しかない状態であるから、これはいかに深刻なのかという。いかに深刻なのか。 選手もポキトとサモが韓国に行って、会うべき、事前に約束されていた人もいれば、約束してなかった人もいるの。しかしいつも祈りながら対応するから、美心にふさわしい人に会わせてくださり、美心じゃなければ会うことはないと、会いたくもないと、美心の人であれば会いますと、嫌でも王でも会いますと。 そして、病容の人であっても、あってから何をどう話せばいいのか、全部病容の通りに父の精霊が諭しておしいと。自分の肉の思いで語ったり付き合ったりするのは、これはもう、そんな生き方はもう、虚しくなるのは分かっているからや。とうだは楽しくても、誓うんだったら全部虚しくなるの。自分の意思でやることは。ただ、自分の意思を砕いて、精霊によって、 神の心に導かれるのいつも祈ってましたそしたら今回もやっぱり主はこの中で働いておられ水曜日の月曜日に行って火曜日水曜日までのその老会の仕事が終わってソウルに戻った時の約束をされてしていた人が6時約束だったのに。 来なかったんですよ来なくてすぐ分かったのああこの人は見心の人じゃない今会うべき人じゃないと分かったんですそれで他の人に会いましたその翌日は約束もしてない人がいきなり連絡,連絡が来てこれがもしかして聖霊の導かもと思って祈りながら会ってみたら 一つの教会とそこの担任牧師がもう倒れがかり滅びそうになっている。でいろんな人と関わっていてそれにすごい大きな被害を被ったある患者さんがうちの話を聞いてぜひこの新牧師に会いたいと祈ってもらいたいといきなりそういう願いがあって会いました。そして会ってから今こういう状況に置かれている。 このままだったら、教会も、その牧師も、自分ももう、みんなが滅びてしまいますよ。どうすればいいですか、一言お願いします。深刻な状態だったんですから、祈りながら、精霊によって、与えられる言葉を伝えました、私が私ならば、それで、今だけあって、将来できるにも、必ず勝利したいと思うならば、こういうふうにすべきだと。 一部指示を全部全説明ししてあげましたそれから場所を移動して食事の食卓についてからも話は続きましてちょっと話を聞いていたこの人がなんか感動を受けたらしくすごい楽しそうな顔で父はこのために自分もこういうふうに祈っていたらこれこれの夢がいくつも与えられました。 それを聞いたとき私はまたびっくりしました。なんで私に会う前に神の霊から本人に示された刑事がいくつもあったの。順番的に何を通すべきいいか。でも神が刑事を与えても意味が分かんない。意味が分かんないまま肉の思いで当たっていました。そしたら信じない人のように神の人としての行いはできなく。 信じない人が誰でもやるようなそういう理的な思いでぶつかってしまいそのままだったらサタンが喜ぶだけの話をだけのことをやっていました神の霊から啓示が何度もあったんだけども意味がわからなかったからです問題は彼女の夢の話を聞く前に私が伝えた言葉が全部その夢の話の夢を解釈したような話をしていたです 彼女に聞く夢の話を聞く前に私ならばこうして将来的にも必ず勝利するようにするんだと言ったらその夢でそれが順番的に示されていまして夢を解釈したらさっき私が話した言葉と一緒じゃないかとその時彼女はびっくりしましてなんか気分にもそういう神から啓示があったということに誇りを持つようになったんだただ意味がわからなかっただけな神が語っても聞こえない人がいるの 神が見せつけてくはっても見えない人がいるの。神が生霊によって感動を与えてくはっても何も悟らない人がいると。ひょイエスがおっしゃいました。耳があっても聞こえないと。目があっても見えないと。心があってもかくなになっていて悟らない人がいると。しかし神は継続的にその人がそのまま。 死の顔を渡って滅びるとはないようにするために、一つによって、二つによって、三つによって、方法を変えながらいろいろと示してごらんだけど、約束通りに。本人がそれに気がつかないの。じゃあ、耳があるのかちょっと触ってみなさい。二つも持ってるじゃないか。二つも持ってる。でも使いようがないじゃない。二つも、一つも、 持っていてもまともなものはちゃんと聞き取れるのに二つを両方に持っていながらも全く聞,聞こえない人がいるとシューエスがそういうふうに説教されましたよ。もう触らないでくれよ。触れてたら最後までずっと。<laughs> 礼拝終わるまで触るつもりなのか。ハレレレム。皆さん。神は霊です 聖霊によって働いてます。聖霊から聞き取れる。聖霊から示されるときそれが見分けられる。聖霊が何か心に触れてくだされば感動を受けて神の人としてどう生き,き生きるべきだろうかを悟るべきなのに、なぜほとんどの人がそれができ,できないのか。主イエスは世におられたときから死んで復活して、 天に昇るまでずっと霊よと共に生きない人は孤児と一緒だと。ヨハネ14-18であなた方を信じの者も孤児のように捨てておかないために真理の礼、聖霊を送るんだと。世の終わりまで共にするために一りぼっ,っちにさせないために聖霊を送ると。聖霊はご自分の名前、イエスの名前で父から送ると。 父と御子イエスと聖霊が名前が一つだそうですよ。これだけしても三位一体の神が我々とどう関わっているか見えるじゃないの。今は2000年前はイエス様が体で来てくださり救いの人になってくださり今はご自分の聖霊によってイエスの皆を受け入れて求める者どもの中に来てニにエる天のなる神が作るなる神が 人の波に死,んで死の力を砕いて復活して二度と死を見ない国を約束したいエスがこの中に来ておられます聖霊にようてよなのに祈ってからああ話はちゃんと祈るべきだっったらあ,あちゃんとこういうふうに祈ってます祈ってからも神の声を聞き取れないから行,行動を移すというのは勝手に行動するの祈りは神にしておいて くのは自分勝手にくのだから祈りが毅然的になるしかない、このあれば。祈ったならば、答えを受けるべきだ。声も聞き取れるべきだ。ならば、それに従うべきだ。そうすると、主の霊が保証してございますよ、保証して。イエスは世に打ち勝ったれた。それで復活されて。 天女の権威も地上の権威も一切の権能を一手に握られた神でありそのイエスの皆は我々にご自分のせいでよい約束してますそうすれば我々も天女の力も地道の力も全部いただける約束に今入ってますよにもかかわらず祈ってから勝手に行動する祈ってから神が働く時まで待ってらなくて焦ってしまい疑ってしまい揺れてしまい 自分でまだから勝利がないの。だから勝利がない。祈るべきだと言ったら一番かっかりされるの。何か目の前ですごいことを自分が求めてる以上のことをトーンと与えてくれればそれを期待して祈るべきだと言えばかっかりするの。これが多くのクリスャンたちの素顔なの。 もう隠せない神の前では。皆さん。神が祈って、祈ったら神が本音に答えを与えたの。でもそれと関係なくずっと肉体で当たってる。で、やってはやることやる。精霊から指示があっても。これは何十年も教会に通った人の 今の信仰のありがただとすれば、本当にこれは悲しいですよ。皆さん、1年、2年、3年、5年、10年、一度教会通変えたならば、主の霊と共に歩める信仰になってるんですよ、皆絶対失敗しなきゃいけませんよ、人生は。イエス様は世に言って失敗されなかった、勝利ばかりを収められた天皇の神じゃありません。皆さんと私が信じているのは天皇のる神、イエスでしょう。 死を砕かれたイエス様でゃありませんかなのに何で失敗しますかイエミ師は今まで訓練はあっても失敗はなかったの。訓練を重ねてきましたけど失敗はなかったの。ずっと上り坂上り坂。うちは工場かやな工場が。うちは上り坂だっけ。なぜなんでしょう結果を断たれるのは主の精霊だし。 天のなる神の霊は失敗を知らない方なの我々が求めたのはその方の身心ばっかり求めただから失敗はないの今回も老会に行ってそこのすべてのスケジュールのほとんどを、EM、東京 EMC が担ったので韓国では伝えにくいメッセージ 世の終わりに今何をすべきであるか。ら後から僕たちからメールが来ました。信仰の教会の柱を立てるメッセージを残してく,れくださって感謝しますと。柱も立ててない教会信仰。だから簡単に崩れる。今から皆さん、絶対に失敗したならない人生を生きないといけない。今好きで頑張ってるのが、 時が流れた時に失敗で終わったら砂の蝶のように波が寄せてきたらもう全部一瞬みるみる地に崩れてしまうようなそんな生き方は絶対ダメなの。一、はい、から十まで何をやっても神の御心ばかり求めて主のせいれによって我々はせいれが導く にだよ自分という肉を数時間つけて自分が生きてれば生きてるだけ損するだけなの。アメアメですアメこういえばプライドの高い人は心の中で「こんな説教」。こう見えても私が社会的にこんな立場におるのに。 ね、全部教会行けばポキシが偉そうに偉いことばっかり言っていてあ無視されるばっかりだからこの教会行きたくないよそ行けばおだてられてあんたしかないよあなたがいないと行けないよあなたがい,けいないとこの教会やっていけないからね大事にされてるのに東京・湯江市に行けばそんなの聞いてもくれないし認めてもくれないし 血を砕いて神に従うべきだとなんで俺がトレインナートレーニングなだめに来たのかこの教会に <laughs> まあ今顔顔を見たらすぐそれが出る人はあるれレルヤそういう心を持ってるぞ」に言いますあなた神より偉いな俺ね「ポクシに従えと言ったことは一回もない 私はした方の煎のなる神イ栄スキとのせいでに従いなさい。そうすれば私は煎のなる神があなたの人生を守ると。神の話を郵便配達してるだけの私は。あんたの仕事は何なのか聞かれたら私郵便屋さんです神のおは。神からのおはがきを皆さんに届けるだけ。神からはがきが来るまで祈るだけで祈るだけ。 ああよしこれこれのことを言って皆を困らせよとか皆を従わせよとか縛らせよとかこんな思ったことは一回もないの俺はどうすれば神の声を正確に聞いてどうすればそれをうまく決められた時間内伝えられるか1分でもオーバーしたらサムリンがガー雷になるからああ今日もオーバーしたよ時間通りにやるのが説教するのが能力なんだ というのはあなたは能力がない。こういう意味じゃない <laughs> 俺だって裏返しはできるよ。<laughs> うん、あんたは能力がないから長たらしご説教してんだと。聞いてる方は疲れるんだと。語ってる俺も疲れるよ。<laughs> 聞いて聞いてくれない顔を向けて、20年も以上説教すれば疲れるじゃないのする人に向かって 20年以上説教するのはこれ大変すごい能力なんだ。<laughs> ハレルヤはい。こう、遅れてくるのもこれ、通常違うで教会によく入るのもこれ、力、能力なの。<laughs> 冗談です。はい。真、ま、ん前に触ってよ。サンプル。 この,この時間に慣れてないからね、はい、来週からは中時んまでおいでハレルヤーこの方はね今日はこの時間来てなかったから初めてだから遅いけど一度説教聞いたらその通りに守る人なんで伺わないの 党人の寝言になると言っているの党人の寝言ってわかりますか党中国の党中国人が寝言を言ってればわかりますか中国語もわかんないのにそれも寝言になったらさらにわかんないちんぷんかんぷん何か言うときに党人の寝言だって言ってるのありがとう彼は 始めてきた時にね、前も後ろも竜の絵がいっぱい描かれていたからね「これダメだよ、神の人が」て言ったらそれで着替えを進めたらもうその次の日着替えって現れた一度言えばすぐ聞きした方がいいとこういう私に従わせ,るせたわけじゃないでしょう彼が受け入れたイエス様に、ね、でしょう解放されます じゃあ皆さん精霊に <laughs> 導かれる人と精霊に導かれない人は極端的に運命が分けられてしまいます精霊が目に見えないから真珠の者どもの間でも感じられる傾向があるんだけどイエス様は世におられた時に 迫害を受けても、不足を受けても、我々は許されました。でも、聖霊に対して同じ暴読をすれば、永遠に許されない罪になってしまう。イエス様は一斉にえっとしてきました。体でやられるために。しかし、生霊は王権を持って、王として治めるために、子供になったクリチャンたちを守って、助けて導くために。 王としてこらられれたからやられる方じゃないんですよなのに世の教会の中でいかに精霊の技が軽んじられてるか精霊を受けて異言語るとすれば「おおためえ」と神が語ろう祈りを語らせようとしてるのにためえだと言ってるの神より偉い人々がいるらしいよ意味が分からない意味がいかにこれはサタン的でありその罪許さないであっちへ向かか分かってねまま 平気で精霊暴涜をしてる今日、今日、なぜなんでしょう、精霊のことが分かってないから、皆さん、精霊は、ひどに言葉でも、言葉によってでも、言葉によってでも、暴読されては我慢されない。王権を持ってこられた神の霊なんですよ。このの方が皆さんんと私の中におらられるんだったら それを本当に認めるんだったら、皆さんと私はいかに精霊を求めるべきであるか、もう見えてくるじゃないの天のなる王様はこの中におられるのに、平気でこの精霊様を無視して勝手に動く。これとんでもないクリスャンじゃない頭に角が生えたクリスャンじゃないのそういうクリスマンは頭に角が、ヤギの角が。角って言えば分かるべきでしょう。ヤギまで言わなくても。 セイレーが俺のセイレをつっつきながらヤギのまねをするクリシャンたちいるの。セイレは我々が恐れかしこむべき王様ですよ。チェンノラル王様です。セイレ様はこの中におられれば、その方は何を語るか何を指示されるか、本当に全ての神経を使ってセイレから聞き取るために。 かすかな声でも聞き取ってそれに従うために頑張るべきでありませんかそしてその方に認められたらその方は剣道の,の王として働いてくれるの。不可のはない方なの。人生が運命がころっと変えられますよ。なのになんで頼求めて頼ろうとしないのかんイエス様は信じる信じるいながらもなんと不信仰で生きてるのかということを。 知るべきだ。聖霊を受けない。信仰国家刻刻た神の人などの人々をイエス様が何とおっしゃったの孤児だよ。ローマ社8の旧説は何と言ってますイエスの霊を受けてない人はイエスに直してない。イエス様と関係ないもんだと言ってます。皆さん、深刻ではありません パプス様を信じますと、ここが来て、水のパプティエ様だまで受けても、ゼミから離れる、生まれ変わって、神の神聖に預かり、神の国に入れてもらえるようなレベルにならないから、聖霊まで受けてそうなるべきだと。聖霊まで受けて、罪から離れた、神に従う信仰に生まれ変わるべきだと。聖霊の助けを受けて。そうしないと、主の御国に入るた、敵だと、主スが。 ところどころで説教されましたたとえ精霊を受けたとしましても生霊によって始めたからあとで陸で仕上げる途中で途中で脱落してしまうクレチャーも出てくるとカラテは3の3で警告しました人を罪から離れさせ生まれ変わらせるために人パウロは海の苦しみを日々日々体験している海の苦しみ 애처로 아우산이 기이 때보에 아이들 3명 운다. 안타노 아우사가 얼마나 苦しかった노까? 안타는 마바다기 시카시테 나케도 모 아우사는 대단했다요. 안타는 마바라기 시테 하이파 맛있음을 먹었을 때도키니 아우사와 아이들 3니 운데 대단나 엄요 사세라 했다. 그 결과 코이치토 히카리토 아이짱가 이마 偏然な神の子供者が今育ってるのこの海の苦しみ何すでにクリスチャンなのにそれを生まれ変わらせて神の父の子にならせるために海の苦しみを日々体験するのが人をパウロのポッカイだったっハレルヤこれほどイエス様を受けられた人々が罪に至る 信仰を完成していく努力は大変な努力が必要だと大変それは厳しい道ですよ。細くて狭い道なの。世の人々のように大通りを歩くようなのは信仰生活じゃないの。世の人々が歩めない、皆がに嫌われてる。違う砕いて世にある望みを捨て,て天井にそれをその全ての望みを移して。 生き方を全面的に変えていかないとなに肉の思いを砕かないといけない。そうでないと、ぶつかるしかない、カットしかないの。死ぬまでカットは続くの。砕かれない人は。でも、聖霊を受けていない人は砕きもできないの。何を砕けばいいのかも分かんないの。ただ、目があっても盲目に何も見えない。ながらもクリシャン名乗っている、こんなかわいそうなクリシャンたち。神の名、イエス・名を呼んでながのも、その恵みを頂けていない人。 聖霊を受けて聖霊によって生きると皆さん、シュエスはコロナの時でも、夜の勢力を、サッタの勢力は支配するコロナの時でも、今日世にある教会を抹殺しようとしていたコロナの時にも、政府関係指導者たちとして教会を抹殺しようと、教会の門を閉じさせようとしたじゃないか。これは夜の力なの夜を昼夜に走れる教会は、聖霊によって生きる教会なの。精霊によって サタンの夜の勢力を砕いて通った教会は神様から保証されますよ。これは私の子供だと、これは私の教会だと、読みの力が太鼓でかい、神が立てたいと思う強力な教会、これは夜を昼のよ,ように走る教会、サタンが立ちはだかってと、これを砕いて通る教会。そう,だろう パタチアタカテイルド、おーどう,しよう、トシしコワ怖い怖い帰ろうとか、あれは、うかいしようとか、疲れるだけの人生。今回、韓国へ行っても言いました。コロナ通りながら、韓国の教会の三分の4分の1が、4分の1、破綻してしまったのに、これに対して痛みが悲しみがもうさ、さっ忘れられてる。 その後目を覚まして祈ってないの。ただ韓国の与党が圧勝でき野党が圧勝して、とんでもない今流れになってるの。これは主が霊的に言えば主がまだ韓国,韓国の教会を諦めてない証拠。このまま捨てたくないからよ。餅痛いからよ。深い眠りから起こさないといけないの。まだ眠ってるの。4分の1がなくなっても平気。 これが悲しくない。今回与党が圧勝したならば、自分たちはまだ立ってると思って、もう一気揚々となるだろう。それを主がまだ、主のレベル、求められるレベルに来てないのに。だから主が野党に圧勝を与え、保守派や教会が目を覚まして、神にすがりつくように、ふったびさせるんだと。 もう公に言いました。期間だったらまだ結果が出るから、前もって言います。韓国の教会はまだ目を覚まさないと、もっと厳しいのが来る。あいていていて,いいて,いて、ああしよい。こういう状況がやってくる前に目を覚ますべきです。話は皆さんも一緒ですよ。目を覚ましてないと。 夜の勢力に負けると主が痛いほどの試練の時を与えるしかないの起こすためにはアーメンできますかしかし事前に自分を砕き主のせ霊に慕う生活をちゃんとやってれば夜の勢力はいかに強く来てもあれは迂回もしないでこれを突破して 乗り越えていくことができる。常にこういう信仰に立ちたいと思った。人だけアーメンとお日まに送って。聖霊の力なしには。世に打ち勝つことはできないの？サタンに勝つことはできないの？聖霊は世に打ち勝たれて死を砕かれた。イエスの霊だからよ。聖霊は天皇の神です。アーメンです。 いかかに精霊を求めるべきか今回韓国行って言いました今韓国世界中そうだけどもまず起こすべきなのは神のしもべたち神をしもべたちポッカイしたち神学者たち起こさないといけないもん今サタンによって眠りの状態になってるの深い眠りに落とされてるの。 サタンに勝てない人々がイエスを教える。夜には休めというように教えてるの。夜は休むんだと。皆さん、夜を昼のように走るべきだと聖書は言ってる夜も,昼,も昼のように走るべきだと。ただ、夜はどうして昼のように走れるか。夜を支配するのはサタンの力だから、それを砕けば夜でも昼のように走れるんだ。信じればアメンとお師匠様に。 ハレルヤ天皇の神がこの中におられます。この中におられる聖霊のことは無視したって。祈る時おな、お父さん呼べばおなんかお強くなりそうな顔で。それが不信仰だよ。救い主はお父さんなくて救い主はイエスなの。そのイエスが我々の中で共にいると約束たた方は聖霊様なの。 ここに来てる方は無視して、来てない方に向かって一生叫ぶから、虚なしくなるだけだよ。聖霊に対する認識が正しくなりますように。聖霊が一番我々を敏感に助けられる、我々と共におられる、今現に。私たちの助け主は今、聖霊様なの。イエスの皆ばかり読んでても虚なしいよ。 聖霊によって助けが来ないとむなしい。ハレルヤ今日、聖書は警告してます。猿です、キリスト教教会。教会の看板をかけていても、この聖霊の許しはなければ教会の看板かけれない。イエスが主だと認められないからね。精霊の照らしの段階で信仰告白し、教会の看板をかけてクリスチャンを名乗っていても、 神が見たら死んでる死んんででるるなぜ死んでるのかセイレイからセイレが語りかけたはずなのに聞いた通りにゼミから離れてセイレの声に従ってないのだから死んでる状態この死んでる状態が続いて肉体を去ったら命の書から名前が消されるの救いに行っなくなる。 ハレリア命の書から名前が消されて命の書に名前が登録されてない人は大観覧の時にサタンに立ち返ってサタンを拝むようになり666を喜んで受ける,受けるようになりサタンに立ち返ってサタンを拝む人になるんだと刑事ク1 3の発節の言葉を信じて警戒しますように主イエスの皆で出国さします。アメン クリシャン名乗っても、聖霊の声を聞いてその通りに生きられない人は、命の書から名前が消されたら、当たり前のようにクリシャン名乗っていた、聖なるものと名乗っていた者どもが当たり前のように、666をもう受けるのが知恵だと言いながら、そう、サタンに立ち返ってサタンを拝むよなと。皆さん。 せ霊の声は本当に敏感に求めると聞き取れないたとえ聞き取っても下をまでは力が必要な力かこの間、うん、木曜日に進めた人も私はちゃんと刑事されたことを解き明かして頂いてあげたのあとは本人が実行するかどうか神がその人はどういう日本円で3000万以上の被害を被っているの その金の問題なくて、これ、傾向に預かることもすらできない、もう信仰に立達てるのも、うバンバン罪を犯してよ。これ、とても神の人としての行いじゃないことをやってる。だ全部神様が指示したのに本人が気がつかないの。たくさん祈ったと。たくさん祈ったら刑事されたのに、意味がわかんないから、祈ってないのと同じ結果になるの。鉄から合わせておはて。 神があなたに何を求めているかをはっきりと分かりやすく教えてあげたら今はうちょうてになって食事しながら EMC に100万献金します誰も喜ばねえその日の夜うちはパキスタンから来た牧師に 万献金あ90万円献金したんですよ。夕方に100万円戻ってきたの、利息までついて。神様が生きたことじゃないのアーメンですおしまじあげたらおしまじを注いでおるの。これ法則なん皆さん、<coughs> 問題は、神が私の口まで。 神のことを置いて夢の刑事とポキシーの口の言葉とで本人にちゃんと分かりやすく説明しました。問題はあと納得、頭では納得したんだけどそのと神の心に従って行動を起こしていくかどうかは本人の力の問題なの。生霊の力を受けないとまだサタンに妨害されたら気持ちを開けた頭では分かっていながらもできないの。よくある話。 この全てが全部、聖霊様の力が我々の中で働くべき理由なの。聖霊を受けて聖霊によって生きるべき理由なんですよ。聖霊なしに生きると、一晩のうちに運命が転落するの。聖霊によって生きると、一瞬のうちに運命が変えられる。ハルルヤ。アメン。いくら聖霊聖霊言っても、肉の目に見えないから皆さん、 うかなこういう顔でよし私もせ霊の力に満たされようとこういう本当に心を決める顔をちょっと今でもいいからちょっと作ってくれハレルヤーアーメンせ霊のことが進学校で教えられないの教わらないせ霊れを国会の現場でどうやって頼れるの深刻なんです皆さん今深刻 向こうで言いましたよ。ポッカ人たちを起こすべきだと。牧師たちは聖霊によって生きれてないの。コロナ通るのきり、教会に来ないのが知恵だと言ってる。これが、これが聖霊ですか、サタンですか。韓国を指導すべき僕たちの口からサタンの言葉が出てるの、今。 韓国の運命がかかった教会を一つする大きなポッカんたちが、そんな言葉を口にしながら、時代の流れに合わせるべきだと、礼拝の仕方も、サタン引き下がれですよ。天国まで無事安全に必ず行きたいと思うならば、今日から聖霊に満たされ、聖霊に肉の重い気分感情まで囚われて、聖霊によって生きられ、聖霊によって勝利を収められるレベルまで求めるべきだ。 アーメンですよ。そうしないと希望がないの。そうしないと希望がないの。ハレルヤ皆さん、結果が出るときはもう遅いの。結果が出るときは遅いから、今、まず皆さんがやるべきことは、毎日上限なしにたくさん祈りながら、歩きながらも祈り、仕事しながらも祈り、 聖書を読みながらも威厳で祈り、トイレ行って言いながらも祈りなさい。分かりました起きてる時にはもう祈りが絶えないように。いや、祈りが足らなかったら体寝てても威厳で祈りが、寝てる睡眠中にも祈りができるように。威厳でよそこまで求めないといけないの。そこまで求めても足らない。今 見学は世の中なんですよ。ハルヤア。メン時代の流れを書いた人は思ってるの。これに用いられて人と共に生きたいと思った人だけが、メンとお様に思い切る聖霊によって生きると不可能がありませんよ。すべてを覆していくことができる。そういう神によって生きる、生霊によって天のなる神のものとして生きたいと、心に決めた日だけ、最後のあめとおしえ送って終わります。